さあ始まりましたカツさんチャンネルです。前回 NSR でね、接点が悪いっていうのが判明した NSR なんですけども、なんと書類が見つかったんで、ちょっともうちょっと頑張ろうと。で、今ですね、このハーネスを全部外しまして、キーをこれトルクスなんですけどね、結構大変でした。外しまして、このようにですね、まあ、キーがあるんですけど、キーの底をまあプラス3つ外すね。プラス3つ外すと、これプラス3つ外すとこれが取れてきます。で、これの底面をまあちょっとなんかあのマイナスとかでこうキュッて押さえながらやると、これがパコッと外れますね。で、問題はこいつなんですよ。で、こっちから見てもしゃあなくて、こう鍵を回すと、これがね、ここで回すんですよ。こいつが、これがグリッとね。で、これがグリッて動いた時に、この上におる接点がまあちゃんと当たりづらくなってるわけですよ。だからこいつの、これはカバーなんで、言ったらこのカバーを外して、中のハンダにぬくもりをかけてですね、接点が復活するようにすればこのキーも使えると。難しいのはここからなんですよね。ここまではまあ別にバラせるんですよ、誰でも。こっからです、バラバラってなる可能性がある。だからバラすのをよく慎重にしないとダメ。あ、ほら、もうバレた、バレた。ほら、ここの、この、ここ、この爪がカチッって外れるんですよ。で、これが外れた、開け、外れた。盛り靴は分かってるんですけど、ほんまに直したことはないんで、はい、取れました。おー、感動や。これですね、これ。これが、今、まあ、このオフの状態ね。だから、こうやから、そう、今これ、これオフの状態、こっちが。で、こっちがオンで、オンやから、多分ここの接点が、いけ、取りますよ。あ、これボールベアリングね。これ、回りやすいボールベアリング。なくさんよ。え？どういうこと？え？これ、取れんの？え？ハンダ？え？どういうこと？わかりました。あのね、銅があって、白いとこにも銅があって、黒いとこにも銅があるんですよ。それが合体するせえへんで、今これ通電するしないなんですね。で、このなんつったらいいんだろう、これでオンなんですけど、これがオフね。その素子を傷めないところがあるんですよ、こういうところ。うん、銅がないところ、銅がないところにこういうマイナスを突っ込んで、しかも片側だけやったらダメやから、逆からも突っ込んで、こうグリグリしてたら取れるんちゃうかな。力がこうかかるんでね、こう力がこうやって、うん、あ、来たかも。今パキって言ったよ。来たかも。いくよ。だ、これがオフやったから、これで引き抜きます。ほら、もうこんな開いてきた。引き抜ける。多分引き抜ける。あー、バラバラなったバラバラなったバラバラなったー、やだー、バラバラなったいやいや、こんなことで泣き言言ってはダメ。うん、バラバラなってええねん。分かった分かった。バラバラなってええんすよ。どういうことかっていうと、このゴ、このバネあるでしょ。このバネがここに入ってるだけなんですよ。ここに入ってて、こうやって入ってて、この接点が、まあ、言ったらこんな感じで、こんな感じで、ついてるだけなんですよ。ついてるだけのことなんですよ。終わります。バネがあって、これがある。で、このちょっと乳首の先みたいなところ、こいつ、この先が要はすり減ってるから、もしくはこっちがすり減ってるというか、多分台座のこれ、こっち、こっちがすり減ってる可能性があるね。
はい。接点の、原因がはっきりわかりました。見えるかな。この手前のまずこれね。これ錆びてんのわかります？頭が。手前だけ色がちょっと緑っぽいでしょ。これね。これちょっと緑っぽいんですよ。でこれこれこれ。ここも緑っぽい。うん。だから。この当たるところに錆が来てるんですよね。この錆を取ってあげて組み直したら治るかもしれませんね、これね。軽く全部磨いて組み直しましょう。目でわかりますね、錆びてるのは。すごいわかります。旋盤のペーパーで、錆を落とします。この銅がすり減って接触が悪かったわけではないっていうことですね。へえ、こういう錆でもなるんですね、接点不良っていうのは。なるほど、勉強になりました。てっきり削れてるのかなと思って、だこれやったらあれですよね、接点復活剤を。まあでもあれですよね、ひどい場合ってやっぱり直接こうやって磨かないと結局は復活しないんでしょうね。接点復活剤を外からやるだけじゃ。綺麗なとこは綺麗なんですけどね。汚いとこが汚い。うん、確かにね、すり減って山がないってことはないですね。これで、なんじゃね、基板に当たらへんってことないですもんね。やっぱり錆やったのか。なるほどね。こことかはまあ顕著ですよね。ここめちゃくちゃ色が緑色になってるんで。基本は銅でできてるはずだから。ああ、やっぱ削ったらね、銅色、水色から、なんやろ、銅色に変わってきてますわ。ああ、全然じゃ見てほら。ここ。銅がむき出しになってきた。そうそうそう。だこの真ん中のくぼみに2つに入れます。あと入れます。で、入れて、で、こいつを入れるんですけど、多分、三角形の真ん中が出てる方が内側に入ります。で、この両サイドがここに入りますね。で、ここでバネ、これでバネがかかるようになってるんですよ。こういう感じになります。どの位置かであれするか。で、これで戻す。戻す。はい、戻った。よいしょ。はい、戻った。はい、戻った。戻りましたよ。こういうこと、こういうこと。で、これで、これがこう回るんですよ、これ。で、僕外すときに、ちゃんと言ってたね、これがマイナスね。これ。この状態でこいつを入れてあげる。こう。確か。だから、で、これがこのまま、マイナスの状態で刺さる。こう。多少グリグリして、こうかな、こうかな。はい、来た。まあこれどうでも、これ太やな、太やね、どうでもいいね、これ。ではこの大事なのプラスドライバーや。プラスドライバーね。はい、完成しました。うん、動きも大丈夫で、これで通電チェックします。奥の、89あれからですね、メーター取りました。メーターがないとカチッってなった時にこのニュートラルランプがつかないんで、はい。で、まあせっかくなんでね、ちょっとステーも塗装してました。はい、バッテリーをジャンピングしましてキーオンしたいと思います。まあこいつ自体が生きてるかどうかっていう保証は何にもないんですけどね。これをオンにしてニュートラルランプが光れば僕は今日やった仕事が OK やっていうことね。いきます。ほら来た。治った。完璧。うぅめっちゃ嬉しいですね。まあ、Tシリンダー NSR ちょっと外したの初めてやったんですけど、こっちの89、こっちの89も同じなんですよ。こっちも、こっちはあれほどひどくないんですけど、こうやってちょっとこうして通電するんですよね。だから結構
まあ、僕も何回かやってきましたけど、これあるあるというか、もうめちゃくちゃあるあるなんでしょうね。はい、ということで NSR キーシリンダー分解動画になりました。あのちゃんとあの接点さえサビから守ってあげて、あの綺麗にすればキーセット買わなくていいです。このままいけます。このままいけばワンキーであのタンクもね、シートのキーも全部いけるんで、なんか変にこう交換したりとかさ、めんどくさいことしなくて済むんで、やりました。からさんチャンネル、NSR キーシリンダーの、バージョンでございました。それではまた。